ドラマ虎に翼の7月4日木曜日放送第69回では、穂高先生の退任記念祝賀会が舞台となります。虎子、伊藤すなり、主人公定時の心を開くために奮闘する。穂高先生、小林薫、最高裁判事、退任記念祝賀会が開かれる。桂葉さん、松山健一、甘いものが大好き、祝賀会の準備を手伝うよう虎子に頼む。アイアン格闘、滝藤健一、祝賀会に出席する関係者の一人。滝川、滝藤健一、祝賀会に出席する関係者の一人。刑事、中本ゆりす、虎子が心を開かせようとする問題児。虎子は、デイジの心を開こうと努力する中、穂高先生が最高裁判事を退任することを知らされます。祝賀会に出席した虎子は、穂高先生の言葉に対して、真っ向から意見をぶつけることになります。虎子は、デイジの心を開こうと努力するものの、思うように進まない日々を過ごしていました。そんな中、穂高先生が最高裁判事を退任することが決まります。虎子は、その記念祝賀会が開かれることを知らされます。桂葉は、虎子は手伝ってほしいと頼まれ、引き受けてしまいます。穂高教授とは、気まずい気持ちのまま別れていたことから、虎子は躊躇しますが、祝賀会の準備を進めることになり、さまざまな思いを抱えながら会場へ向かいます。祝賀会には、桂葉、ライアン格闘、滝藤健一、など、多くの関係者が集まります。祝賀会の最中、穂高先生の言葉に対して、虎子が、真っ向から意見を述べる場面が訪れます。虎子の熱い言葉に会場は一時緊張感に包まれます。虎子の努力が実を結び、デイジが少しずつ心を開いていく様子が描かれるでしょう。デイジとの関係がどのように変わっていくのか注目です。祝賀会での虎子と穂高先生の対話が今後の物語にどのような影響を与えるのかも注目ポイントです。虎子は、ちょっと意見がずれていた穂高先生とどのように決着をつけるのか、また、穂高先生が虎子にどのような言葉を返すのかが見どころです。虎子の勇気ある行動に対して、周囲の人々がどのような反応を示すのか、重要なシーンになりそうです。